はやとチャンネル。こんにちは、はやとチャンネルです。今日のお魚はこちら、じゃじゃーん。はい、マゴチ。マゴチです。ぺったんこのお魚、これはね、魚釣りでもすごく人気の魚なので、ほとんどの人が知っているかと思うんですけれども、マゴチです。海底に潜んでいて、ジグとかでもね、食ってくるやつなんですけれども、サーフからでもよく釣れるヒラメとかね、同じようなポイントにおります。マゴチ、正式名称はカサゴ目コチ科マゴチね。コチはね、結構いろんな種類がありますよね。小さいのとメゴチもありますし、ワニゴチとかね、いろんな種類がコチ類にはいます。さばくのが結構ね、特殊になりまして、で、こいつね、体見てもらうとトゲがね、このエラの脇にね、あります。危ないです。それからこのヒレ、これもものすごく尖っています。まさに針ね、裁縫するのにちょうどいいぐらいの針じゃないかな、そういう針を持っています。お腹の方を見てもらうと白いです。ヒラメみたいですよね。でヒラメとかカレイもぺったんこな魚ですけれども、潰されたような形、それとはまた違ってね、普通のお魚が、まあ、潰されたような形状になっているというのが、まあ、こっちなので、同じぺったんこでもね、あの、いろいろとその潰れる形によって、性質に違いがあります。とっても僕も好きな魚です、マゴチ。はい、マゴチについてね、ちょっと分かってもらえましたでしょうか。あの、今まさにね、東京湾でマゴチ釣りも始まって開幕してますね。もう開幕戦ももう終わったっていう、もうまさに今釣り時が始まったというところなんですけれども、まあ、コロナの問題で釣りに行けないということで、マゴチ仕入れてきましたんで、今日ご紹介したいと思います。はい、白身の高級魚マゴチ。はい、じゃあね、マゴチさばいていきたいと思いますけども、マゴチね、結構難しいと思ってる人いると思うんですが、そんなことなくてね、ただね、特徴がね、やっぱいくつかあって、大きく2つあると思うんですよね。まずね、このトゲ、これトゲ痛いんでね、先に外したいっていうのと、もう一個がね、腹骨の構造がね、結構複雑で、あの、小さい骨がね、中に走ってるんですよね。そこの部分のね、まあ、2点さえ気をつければ普通の魚と一緒です。あの、ヒラメみたいに見えると思うんですけど、普通にね、これ三枚おろしするような魚なんで、これ、あの、普通の魚がベチョンってなってるっていう風に見てもらえればいいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずね、このトゲ、まずここ痛いんでね、ここから切っていきましょう。裏側も切っていきます。はい、この状態ね、もうズル向けの状態です。何にもない。で、マゴチってね、さばき方がほんとね、いろいろあるんで、まあ、今日はね、どうやってさばこうかなっていろいろ思った結果、まあ、一番ね、優しいさばき方でいこうかなと思います。裏返しにして、まずはね、腹綿をね、こう肛門からこう出していきたいと。一番わかりやすいさばき方でね、こういう感じで。ここまで包丁入れます。こういう感じですね。はい、取れました。はい、内臓の処理ですが、まずね、この肝を取って、それからこのヘラを外します。ヘラね、でこれね、白子が入ってたんで、白子で、胃袋もね、食べれるんで、胃袋もカットしましょう。こうですね、ヘラからつながってたやつ。肝と白子と胃袋、血合いをね、今度掃除していきたいと思います。包丁でガリガリガリとしてもいいし、ブラシとかでやってもいいです。これ水洗いしていきましょう。はい、綺麗になりました。ま
真っ白な綺麗な白身です。普通のお魚と一緒のようにね、このヒレの付け根、ここから包丁をこう入れます。で反対側もここですね。で骨があるんで、この骨に包丁入れて、で落としてあげるということです。はい、それで頭の方はね、この釜もね外しましょうね。釜を外して頭を割っときましょう。こうやってこういう風になります。ここね、釜の釜です。で頭とかもね食べれるんで、まあ、形に。じゃあね、普通に3枚におろしていきましょう。普通の魚と思ってくださいね、まあ、こういう感じですね、普通の魚のイメージで。中骨の上から包丁を入れて、反対側も同じように。はい、途中でねちょっとやり忘れたんですけど、鱗を取っとかないといけないんでね、鱗最初に取っておきましょうね。あの棘を取った次ぐらいでね、鱗を取りましょう。さあここまで来たらね、普通の魚とちょっと違うんですけれども、このマゴチはね、ここにね小さい骨がねこう入ってるんですよね。ここ腹骨みたいなやつが、腹骨ではないんですけど入ってるんですよね。これをねやっぱりのけて刺身を取りたいんで、ここね、ここら辺でね一回ね、この骨がこうあるところのここで一旦切りましょう。ここでね、でこっち側は何もないんで大丈夫です。でこっち側はこいつのね腹骨みたいなやつ、この骨だけをちょっとすいていきたいね。はい、でここはね何にもない。でちょっとね骨がこう残ってるようだったらピンセットでね抜いときましょう。はい、ここまでできたらね、今日はこの2つの部位を使いたいと思いますんで、皮を引いていきます。はい、できました。みんなの人気者、マゴチの薄造りです。マゴチといえばね、薄造り、夏のね、フグと言われますけれども、こいつはね、醤油とそれからポン酢でいきたいと思います。今ね、まさにね、釣り時なんですよね。じゃあいただきます。まずはこの薄造りをね、ガバッと、これね、ポン酢でいきたいと思います。ポン酢ね、ポン酢がいますからね。うまい。ひたすらヒラメと競りますよね、やっぱりね。マゴチ白ワインと合いますよ。うん、で今回ですね、白子が入ってたんで、白子もね、白子ポン酢、白子ポン酢。うんうんうん、クリーミー、クリーミーオブクリーミーですよこれ。
胃袋いってみましょうか。胃袋はね、醤油で。うん、うん、悪くないですけど、ちょっとやっぱり、うん、臭みがあるな。でも全然悪くない。肝、肝、まごちの肝って食べたことありますか？醤油。うん、肝もね、やっぱりあの胃袋と同じ感じで悪くないですけどね。うん、そんなべらぼうにうまいもんじゃないですね。やっぱり白子と身がうまいな。うん、でこういう例えばこう刺身をこうポン酢にこう持ってきまして、こうネギをね、2本ぐらいこう持ってくると。でここにこのすだち、すだちをこうチュッと絞ってポン酢で、うまっ、うんまっ、超透明感、甘っ、もう甘いですよこれね。砂糖とかの甘みじゃなくてね、何なんでしょうね、この魚の甘みっていうのはね。うん、同じ甘さでもちょっと違う感じですよね。甘い、うん、うまい。はい、ということで今日はみんなの人気者マゴチでした。これはね、みんな食べたいんじゃないでしょうかね。マゴチ、ぜひね、あのマゴチ釣りに行って食べてほしいですね、あのコロナが終わったらね。ということで本日も大成功でした。また次の動画でお会いしましょう。ハルチャンネル、ハルチャンネル、ハルチャンネル。